続いて関東甲信越のニュースです。全国知事会議が東京で始まり、6年後の東京オリンピック・パラリンピックに向けて観光の振興や地域の活性化などで全国の都道府県が連携することなどを盛り込んだ決議を採択しました。